みなさまこんにちは。フルータントミニカル創造者の斉藤舞香です。はい、えーと今日は仕事が終わった後にね。合わせてね。滋賀の方に行ってきました。えー、十何年ぶりかにね。あの彼女のお家行ったんですけどもはい、あのちょうど外壁をこう塗り直してて、えっ、ー、と私の中のイメージの昔のね。イメージからえっ、ー、と。 なんだろうおう家の形は変わってないんだけど外壁の色が変わるとあのイメージがねすごく ポップになっててあの可愛らしいお家前からね素敵なお家なんですけどもで彼女のお家にもねあのガウラが咲いてまして「あガウラだ」って言ってひょっとしたら多分彼女のお家の方がガウラ歴多分長いと思うんですけど私があんまりねあのガウラについて分かってなかったので本当に最近になって自分が育てるようになってあこの花あの素敵だなと思ってちゃんとね いいろいろ調べるようにななったわけけんですけどでうちにいるのはねあの背が高くならないコンパクトガウラっていうやつなんですけどあの彼女のところは正規のガウラなので本当にふわーってねもう妖精のようにねあの可愛 <laughs> らしいね蝶々のようなお花がいっぱいね咲いてました。でうちの子は一応コンパクトガウラなんですけども野生化するのかなあのだんだんと背丈が伸びてきてるように思います。 うちに来たての頃は本当にね、あの小さい竹でこれぐらいで収まって咲いてたんですけど、今その倍か倍以上に伸びてるので、こうなったらもうほぼ普通のガオラと変わらないかなと思うんですけど、花付きはすごくね、良いんですよね。次から次に咲いてくれるので、可愛らしいし、あのうちの直射日光にも負けずに、はい、あの、すくすくと成長してくれてるのでありがたいかなと思います。で、えっ、ー、と、そうですね。 あのお嫁入りしたアガパンサスちゃんもあのしっかりと花を咲かせてくれてて、はい、あの <laughs> 帰りにねアガパンサスちゃんと握手できましたあの <laughs> 頑張ってるねってまたねって言ってでまたね多分来,来月くらいに行くかなと思うので、えー、とその時にね、はい、またねあのお顔を見てこようかなと思います、えー、やっぱりねあのお嫁に出しても可愛いいんですよね、えー、と実家の母の気分。<laughs> たぶん母も嬉しいと思いますうちの母がね大事にしてた花なのででクッククック言ってるマキちゃんのこともねあのうちの母大好きなのでねはいあの彼女のおうちで、えー、と元気に咲いてるって言ったらきっとね喜んでくれるなと思っています。まあ、そんなわけでですね、えー、と帰ってきてからいろいろとねたまってる仕事やってたら途中で果てちゃいましてはいあの 気がついたら寝落ちてました。で、そこからまたあの生徒さんとかね。あのアンサンブル仲間とかに連絡を取って、今もうすぐ11時って感じですね。うん、めっちゃ眠いけど、もうちょっとだけ頑張らなあかんかなと思っています。え、もうちょっとだけ頑張ったら、もう。今日はちょっと早々に店じまいして寝ちゃおうかな。うーん、疲れた。<laughs> <laughs> なんかねあの滋賀の方の電車って昔はもっと空いてたイメージがあってしかも平日でねあのまあ言ったらお昼間でしょあのそんなに混むと思わなかったんですけどね本当にねいっぱいだったの行きもたまたま偶然空いてる1個空いてるところに座れたんだけどそれも多分あの 開くと思ってなかっったんですけど降ってね立ってくださった方がいらっしゃってその駅で降りようとでそこにたまたま私がいたので座れたって感じで,で帰りもねめっちゃ立ってはったんですよ皆さんでえー、帰りこんな風に混むんだと思っててまあでも京都駅でいっぱい降りるよねと思ってたんだけどたまたまその時もラッキーなことに乗ってああ席ないなと思ってたら本当にね電車が出発しようとした瞬間にあの降りる駅だったみたいで。 慌てて、ね、1人立ち上がってあの降りて行く方たがちょうど私が立ってたところの横だったのでそのまま座らせていただいてでそのまんまあの帰ってきたんですけどもあの座れてまずよかったんだけどあの京都駅で降りる方もいらっしゃったんだけどそんなに多くなくってですねうんなんかね急にやっぱりあれかなあのみんな動き出したからかな いやでもそんな感覚もなかったんですけどね昼間とか夕方はね。なんですけども駅、うん、も帰りもあの私が想像してたよりかはぐっと人が多めで、えーとまあ、今後ねあの行く時には座れないってことも考えとかなきゃいけないんだろうなと思いました。 うん。なのでまあ人混みに疲れたっていうのも今日はちょっとあるかなと思っています。なのでね。また暑かったしね。暑かったんだけど、まあ本当にあの彼女は気使ってくれて、あの <laughs> 暑さに弱いので <laughs>、あの涼しくしてくれてるなと思ったら1 9度でクーラーかけてくれてたのなんてことでしょう。ありがとうございます。<laughs> あのでもまあ、あのなんだろうね。 えとどんな温度でも大丈夫なようになっていかなきゃいけないなと思っていますえちなみにあのダイエットの方は、えっと、8.3から8.7の間を行き来しててなかなか9キロの壁が破れないまま、えっと、今日を迎えていますねえっと多分水分をねだいぶ取ったので明日の朝は多分8キロぐらいになってるんだと思います うーんまたこの停滞期っていうのがやってきたかな。こんだけ強情だと。まあね、しょうがない。えっ、ー、と、まあ健康第一なので健康な状態で元気な状態をキープしながら頑張って落としていこうと思っているところです。えー、呪文の成果はというと、あの呪文なかなか頑張ってね、いい感じで言えてたと思います。でそれで、まあ あのやっぱ同じようなねあのことをこう思う <laughs> えと人たちなので、えー、と何だろうあうの呼吸じゃないけども、うん、こここういうふうにしたいねんって言った後本当にピタッてねあの思ったように揃うところがここ決めるぞっていうところをいくつか今日やったんだけど、うん、うまくいったかなと思います。あとは個人的に私の はいえー、と向こうのの呪文のふわりです、ね、あのアーティキュレーションが途中で「ー,ーってあの変わっていくところが、えー、もう少し覚えきらないとスムーズにこう入っていかない。でこれでテンポがグッと上がった時に畳みかけるようにこう呪文をお互い唱え合うのではい。 えっとそこがねうまくいくようにえっ、ー、と次の合わせまでに練ろうかなと思ってます。まあそこするうちにねはいえっ、ー、と別の本番がやってくるのでそっちの練習を明日はしてであのまだ電子カルテが書けてないので明日中にどこかで電子カルテを書いてしまってうんでまあそうですねなんか本当に自転車操業ですけども。うん あの土曜日の本番の明日にやって、えっ、ー、と日曜日のお桶のやつをえっ、ー、と土曜日の帰ってきてからやってっていう感じになるかな。なまあ,あのあれですね。計画的に頑張ってはい。あの週末ね。あの準備していきたいなと思っています。それでは皆様はい。えっ、ー、と今日もお疲れ様でした。今日もね。お天気。ちょっと怪しくてね。あのちょうど私が帰ってきてしばらくしたら。 ザーって降ってきたので、あのギリギリセーフだったんですけどもはいえーと週末はちょっと荒れるみたいですね。特に土曜日ね。はい、えっ、ー、と心配ですけども、あのまあ、しっかり対策を練っていってこようかなと思ってます。はい、それでは皆様、明日6月最後の月ですね。あ、水無月買いましたか。か 私はちゃんと買ってきました。え今日1個食べて明日1個食べて6月をね元気に終わりたいなと思っています。それでは皆様6月最後のね一日明日頑張ってくださいね。またね